風颯、1回10失点。5回表で1対1だったのに、もう1回速報を見直したら1対11になってる。10者連続安打か、試練だな。モラ防御率10点切れず。一軍の試合だったら投手交代しない赤堀監督は袋叩きされる流れなのだが、いかんせん投手の数が少ないからモラ続投はしゃあない。相手がどんなに実績あるピッチャーだろうと、早手らしく泥臭く頑張れ。スポナビを見る限り、先発モラということでカープに舐めくされてる雰囲気を感じる。土日も千人割れでやる気なくしたな。今日スタメン4番ショートクラモとかよ、どんだけ選手層薄いんだ。1イニング10失点、モラいつも打たれてるイメージ。工夫早手の工夫って何？工夫？早手がどんなに頑張ってもシーズンオフには良い選手が NPB 中に球団に強奪されちゃうから、毎年再開争いなのは確定だろう。マジで2軍で順位とかどうでもいいよ。ご視聴ありがとうございました。